北野ロッキーチャンネルどうもロッキーでございますおばんでございます今日の動画の内容なんだけれどもえっ、ー、とズバリあの三つほどえっ、ー、と北野ロッキーからちょっとあの言いたいことがありましてえっ、ー、と今回動画撮ってますであのその前にあのタバコ吸えばいいじゃないねタバコ吸わねタバコはいというわけでございます。まずまずえっ、ー、と一点目 ええと、あの、北の母さんの、ええー、と、現在の健康状況でございますが、えー、母ちゃん、ええー、と、7月の、まあ、上旬に、ええー、と、右のの、ええー、と、脳出血により、えー、まあ、病院に緊急入院しまして、で、9月から、まあ、先月だよね。9月から、えっ、ー、と、リハビリテーション専門の病院、えっ、ー、と、草園の方にあるんだけど、 そっちの方に今入ってる状態ででも自立歩行のえっ、ー、ともうリ,リハビリをしている状態でございますなのであの順調に回復してるってことだよねであの全然 <laughs> もう会話もできるしなんでえっ、ー、と年内のえっ、ー、と退院が決まりましたんで皆さんにご報告させていただきますあの本当にあのたくさんのえっ、ー、とエールそしてあのお見舞い などもあのいただきあの、本当にありがとうございます。で、まずこれが1点目でございました。で、2点目。えっ、ー、と、あの、ロッキーお前最近動画出してねえなと。お前、YouTube やめたのかって。っていう、あの、結構あの、声、問い合わせ、メール、結構来てます。で、あの、まあ、動画の数、 が自慢だった。あの、俺がなんで最近動画出してねえのかっていうと、単純に、あの、くっそ忙しいのよ。びっくりするぐらい忙しくて、まあ、コロナ禍でもう、ね、ありがたいんだけどさ、仕事が忙しすぎて、で、それで、まあ、時々パーラーには行ってるけどね。で忙しすぎて、で、なんとか今週中に全部終わるかなっていう感じです。今週中に。 なんで、まあ、週明け、まあ、週明けたら何、11月になるのかな、あのちょっと暦見てないから分かんないんだけど、まあ、おおむね11月からは、またあの本格的に、ね、札幌人の日常、そしてまた、なんかこういうふうに、この場で撮るような動画とか、あの出せるようになると思います。もちろん釣り動画もね。うん、であの釣り動画の、えー、とストックでございますが、 えと今、えー、3本実はあります3本あるんでまあそれもあのー、出しつつあのやっていこうと思ってますはいこれが2つ目のえっ、ー、と俺からの皆さんに伝えておきたいことでございましたで3つ目なんだけどあのー、釣り俺の中でのあのー、なんていうん、ね、こう釣りの釣りに対するあの情熱パッション についいてちょっと語りたいんだけどああのの結構ね何かれるのよなんか最近もしかして釣りちょっと飽きたとか釣りやんなってないとかっていう声が結構ちらほらあのー、聞こえてくるんだけど全然そんなことなくて、まあ、一時はちょっとね加工気味だったんだけど今また釣りのテンション上がってて。 で、ただちょっとその、釣りのテンションのね、釣りへの情熱、テンションの上がり方のチャンネルがちょっと違ってさ、方向が。違って。で、あの、俺釣り始めた時ってさ、まあ、石狩湾信仰は、まあ、チップヤードで川枯れを釣ってるっていう、ね、そういうイメージがあったのよ、俺。まあ、あと、西シの茎とかね、あったんだけど、そこが、まあ、あの、磯釣りっていうものに目覚めて、で、磯に行くようになって、 で、まあ、あまりちょっとライト層の人があまり行かないようなところの動画が多くなってきちゃったんだよね。それが、まあ、一昨年がマックス釣り行ってたのかな一昨年がね。行って、いろんなとこ行ったよ、俺。本当に。もう、室蘭も行ったし、ねえ、まあ、シャコタン岬も行ったし、ねえ、えー、っと、襟芋の方も行ったし、道南も行ったし、 もう同東同北ぐらいでは行ってないのかなり行ったよで去年もそこそこ行きましたとであのー、今年なんだけど今年に入って俺がちょっとふと思ったのがあのやっぱり俺ってライト層に寄り添った動画がいいよなってやっぱり俺思うねん俺で なんかそう考えた時にいかに近くで楽しい釣りをするかまあ遠くに行ってもねあのすごいあのめちゃくちゃもう険しいところでの釣りもいいんだけどさいいんだけれどもただそれがみんながみんなそういう釣りできるわけじゃねえじゃん。ねえ。だからなるべく近くでなおかつお子さんもできて楽しい釣り場でなおかつ 意外とこんんなななのも釣れるんだよみたいななんかそういうね何、あのー、て言うんだろうこうまあライト層に寄り添った初心者さんファミリーフィッシングに寄り添ったあのー、釣りが最近すごく好きになってきてます実は。なんで、あのー、一番キンキンな話でいけばこの間の小樽の豊井ってとこで初めて生まれて初めて夜釣りしてみたんだけどものすごく自殺釣れたんだよね。 なんで、まあその動画も後日あのー、出すんだけどあのー、これからまあいろんなところへ行くとは思いますけれども結構あのー石狩とか小樽とかあの、近場近場のあのー釣りやってやろうかなっていうふうにあの思ってますまあ比率で言えば半々ぐらいなんでとりあえずあのーまあのま俺は釣れなくても動画にあのー、するのうまいからねあのー、もうそこキングだから俺。 任して、はい。そんな感じなんで、はい。とりあえず情熱は冷めてませんと。ただその情熱のちょっと方向が、あのー、まあ去年、一昨年とはまた変わったっていう話でございます。はい。まああのー、あとはあの、ハウツー系の動画、まだまだ出したいのいっぱいあるんで、ネット仕掛けにしても、あのー、そのネットの、あのー、作り、ね、ネットとその、 あのハリスの取り合いとかそういうのもいっぱい、ね、あのいろんな方法も 7, 7種類ぐらいあるから俺が知ってる中で俺が考案したのもあるしなんであの、まあ、これからねまだまだあの投げ釣りガンガンやっていきますんでぜひよろしくお願いいたします。ということで「キタルロッキー」でございました。キータのロッキー